シャード展開。攻勢開始。引き締めなさい。この調子でいきましょう。続け。させるかよ。失礼します。よっ、チャンスだ。
データを処理するわ。このまま先に進みましょう。相手が悪かったな。
これほど身近に魔獣が潜んでいたなんて。ま、遊撃士様への感謝をせいぜい忘れないこった。便利なのはいいが、疲れやすいのが難点だな。まあ腐っても第五世代軍の虎の子だっただけはある。汚職証拠からゆすりネタと引き換えに巻き上げといてよかったぜ。さてと、これからどうするか。ブツはあそこに隠しておけば早々は見つからないはずだ。なんとか A に高値で売りつけるか、どこぞの研究所やメーカーに持ち込むか。アークライドが連れてたあの小娘、ブツの進化を知ってそうだったな。
こましがいがありそうだし、なんとか奴を出し抜いてみるか。うまくいきゃミラだけじゃなくて、いろいろと楽しませてもらえそう。取らぬタヌキのなんとやらだな。あんたらはどうしてここに。そう反応するということは、やはりあの場所にいたわけか。半グレどもの動きをつかんだ上で警察に情報を流して漁夫の利か。なかなか優秀な情報屋じゃないか。待て、俺が悪かった。盗んだ物はちゃんと返す。ミラや情報なんかもサービスする。女神に誓って、あんたら永遠に立てつくつもりなんて。もう遅い。我らを甘く見たこと、恐怖を持ってあがなうがいい。今のはジャコモの声だ。ついてこい。ただし背中から離れんな。はい。クソ、そうきたかよ。そうだよ。一体何が起こって。これで一安心ですね。救助ポイント発見よ。うん、生き返るぜ。手遅れだ。もうこと切れてる。そんな。抵抗しようとした姿勢、問答無用で喉をかき切られたか。獲物はナイフ、いやマチェットか。それにこの左手の指の形は。お前たち何をしている？これは。うわっ、血。情報屋ジャコモ、任意聴取をしようとした矢先にか。危ない橋を渡っていたようだが、どうやら一通りの事情を聞かせてもらう必要がありそうだな。1310、現場確保。重要参考人2名を確保。裁伝所へ任意同行で連行する。
いい加減にしろ、バーン・アークライド。あの整備路には偶然入っただけ？連れの子には社会科見学させていた？そんな言い訳が通用するとでも思ってんのか？どうやら噂以上に一筋縄じゃいかん若造のようだな。刃こそついていないとはいえ、見たこともない武器に最新式の戦術動力器。ここ数年の業績内容も限りなくグレーで、非合法のラインをギリギリで見極めている。こちらがその気になればいつでも謙虚に切り替えられるんだぞ。自分で言うな、自分で。まったく調子の狂う若造だ。ええ、まともに相手をするだけ無駄ですよ。失礼。今回の件で協力を要請した CID の者です。カルバード中央情報省分析室所属、キンケイドです。この度はジャコモコンテの捜索に協力していただいて感謝します。ま、一歩及ばず連れたのは別の小物のようですが。分析官、それでは自分はこれで。ああ、例のルートは任せた。室長への報告も頼む。
ID 中央情報省の方だそうですね。らしいな。若手だが結構やりそうだ。そんなやり手を顎で使うとは、ずいぶん出世したじゃねえか、ルネ。え？ルネと呼ぶなと言っただろう。久しぶりだな、バン。直接顔を合わせるのは3年ぶりか。あれを顔合わせと言っていいかは疑問だがな。相変わらずの切れ味じゃねえか、この鬼畜メガネが。お前ほどじゃないさ、スプリガン。裏技に絡めて持ち前のしぶとさを最大限に生かしている意味ではな。言ってろ。現在うちはジャコモをやった二人組を探している。わずかだが、あの整備室に痕跡を残していた二人組を。さすが仕事が早いじゃねえか。とな、お前の鼻の良さとうさんくさい人脈だけは勝っている。そちらのお嬢さんの依頼とやらにも感知はしない。代わりに何か分かれば連絡しろ。さっきの借りを返す意味でもな。面白いフォローを使っているな。ところでバン、あいつには連絡したのか？まだまだ青いな。それではお嬢さんもお気をつけて。何かご存知だったり、ぜひぜひコメントを。ブラッド、今度こそ出し抜いてやるんだから。災難だったようだな。任せておけ。
あら、いらっしゃい。待っていたわよ、バンちゃん。そろそろ来るんじゃないかと思ったわ。そっちの可愛い子ちゃんが依頼者かしら。制服が似合ってるわね。私はベルモッティ。このお店のオーナー兼バーテンダーでね。バンちゃんとはただならぬ関係でもあるわ。ここ数年の奴の拠点を送った監視カメラのログ付きだ。ちなみに昨日の時点でどこかの弾が動いている気配はない。せいぜい気をつけておけ。
さぞご立派な貸しなのでしょうね。そちらの常連というのは風の噂で聞いていたけど、まさかこんなタイミングで出くわすなんてね。そうだな。たく、ルネのやつといい、どんな日だっつうの。こそこそしていたものね、あなた。よっぽど後ろ暗いところがあるみたいだし、警察署に連行されたことだって半分以上は自業自得といったところかしら。否定はしねえが、早速聞きつけてきやがったか。ええ、そこの現場も見せてもらった。ジャコモ氏は問題人物だったけど、情報屋として何度か接触していたから。それより捜査官さんたちとタイレルの女記者さんが怒っていたわよ。引っかき回して掴むやり方、相変わらずみたいね。さて何のことかね。クソ、さすがにやりづれえな。はじめまして、エレインよ。いきなり割り込んでごめんなさい。いえ。お互い忙しいでしょうし、積もる話はまたいずれしましょう。この先は早い者勝ち。CID や警察、私たちも含めてね。言うまでもなく、彼らも。もう察していると思うけど、この先はきちんと線引きしなさい。ジャコモ氏を殺めた二人組、おそらく A よ。だろうな。一つ仮にしてやる。
次は極オービル地区大聖堂前となります。大聖堂やアラミス高等学校へお越しの方は、ママを言って、でもあの探し物は私にとっては絆なんです。ひいおじいちゃんだけじゃなく、お母さんやおばあちゃんとの、うん、それだけじゃなくて、人が一人亡くなって足手まといかもしれないですけど、それでも自分の目で足で最後まで立ち会って見届けたいんです。安全には最大限注意します。どんな指示にも従えるよう備えます。ですからダメでしょうか。しゃあねえ、クライアントはあんただ。獲物にアーツもそれなりに使える、全くの足手まといでもねえしな。だがてめえの安全を最優先しろ。俺の指示にも即座に従ってもらう。守れない場合は契約終了だ。いいな？中央駅、イーディフ中央駅、大陸横断鉄道、各地方への乗り換えは、8時45分になりました。この時間のニュースをお伝えします。本日15時、バンタイユ地区大統領府でグラムハート大統領が定例会見を開きました。主な内容はエレボニア帝国からの賠償金が年内に終了することについての今後の見通しです。2年前、一方的に侵略戦争を仕掛けてきた帝国に
我々は寛大な心でその過ちを許しました。代償たる賠償金の総額は莫大なものでしたが、それらは全て正当なもの。数百年もの暴虐を水に流し、大陸諸国の一員として復帰する手助けすらした対価とも言えるでしょう。そして現在、我が国と帝国はクロスベルも含めかつてないほど平穏な関係を築くに至っています。その礎となった賠償金が年内に終了するにあたり、景気低迷を案じる声もありますが、全くの杞憂です。2年にわたる経済成長、資本の蓄積、技術革新はカルバードを大陸最大の国家へと成長させました。もはや我々を上回る国家は存在しえない。ですが当然その状況に慢心はできません。ゼムリア大陸を、世界を主導する立場として、今後は帝国も含めた大陸諸国を導くことこそが